こんにちはー。<laughs> プロ社畜とサイコパスの部屋にようこそ。ここはプロ社畜とサイコパスの2人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係など、様々なお悩みについて語り合う部屋です。こんにちは。プロ社畜のヤビです。うみさん。サイコパスの上水ゆうきです。代わりに言っときます。アシスタントのマサです。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 急やん、急、急。行きますよとか言った、言ったじゃないですか、初めの前に。いや、そういうことではないのではない。<laughs> やばい。涙。<laughs> あのまささんがお便り読んでる間に落ち着くと思うんで。もう二人でお願いします。今日は。じゃあ早速本日のお便りに行きたいと思いますね。 ラジオネーム猫うウサギさん、オーストラリア在住。お、オーストラリアから,あのから。ありがとうございます。女性からですありがとうございます。はい。お尋ねします。私の悩みはフローチャートです。日本の大企業の方とお仕事すると、必ずフローチャートをくださいと言われます。うん、作るのが面倒なことがあるのですが、政府が絡む仕事なので、絶対フローチャート道路に進まないので作りたくないのですが、日本ではフローチャートがないと上司の認可が下りないなど、 あるんでしょうかまたフローチャート通りに済まない場合その人は責められたりしないでしょうか日本の会社事情を教えてくださいはいありがとうございますありがとうございます, <laughs> いますじゃああの日本の大企業に勤めてるプロ社畜の方から答えさせていただいてよろしいでしょうかお願いしますこれはあれなんですあの見える化してほしいっていうことだと思うんですよね <laughs> よか文字とか <laughs> 説明とかされるよりも、チャートとかで、一発でその見えるようにしてもらったら分かりやすいから、です。うん、はい。もう正直言って多分それだけだと思います。あの、もらった人が上の人に説明しやすいとか、このもらった情報を次の人に伝えやすいから、その、はい 見える化してフローチャートを作ってほしいっていう、こういう,うご要望なんじゃないかなと思いますね。どうですか上見さん落ち着きました。これ、大企業はやっぱ特有ですかなんか結構中小企業でもこう、うん、そのまあ、福岡の方とか、どれぐらいだろうな ?100 人以下のとこで結構、うんうん 年数も何十年ってやってるってことだと、フ、うん、ローチャートですらないみたいなことが結構あるんですよね。<laughs> えっとですね。フ、うん、ロ,ローチャートですら難しいみたいにちょっと言われることがあって、うん、なんかもうバーンってイメージで出さないと、むし、うん、ろ理解してもらえない。フ、うんうん、ローチャートですら難しいって言われるってことですか難しい。そうそうそう。矢印が2個以上出てくると分からないっていう方がいるんで,ですね。うん、おそれはないかな ない,かないかな。フローチャート2つ以上出てきたら難しいっていうような発言は今のところ聞いたことがないですね。うんうん。なんか矢印がいっぱいあるとちょっとよくわからないんでと言われることがあそうですか。<laughs> あ<ー>なるほど。そうそうそう。あって。めっちゃ超単純化した図にしてあしてつまりみたいなことで、うん、結構細部はもう雰囲気で。 あなたに任せましたって感じでもう割と <laughs> かなり俗人的にやってるみたいな現場があるかなってうう思ったりはするんですけど大企業はそうなんだなってちょっと思いました<や>必ずっていう感じで、ね、あの書かれてあったんで、うん、あそんな感じに必ずなんだと思って、うん、結構カルチャーショックその これの次がこれ、これの次がこれ、これの次がこれ、これこれみたいなプロセスとかを表現するときには、まあ、だいたいフローチャートつけてもらうっていう感じになるんじゃないですかね。それがわかりやすいから。うん。はい。わかりやすいですよね。うん。非常にわかりやすいから、やっぱりそうしてほしいなって思う。逆に言うと、フローチャート作らなかったら、どうやって説明するんだろうって思いますけど文字だけ書いてるのかな 1>,、うん、?1、2とか書いてるのかないや、そんな、それこそわかりづらくないかなと思いますけど。うん。うん。うん あとは、フローチャート通りに進まない場合は、その人は責められたりしないのでしょうかえ、責められません。そうなんですかうん。まあ、まあ、正確に言うと、フローチャート通りに、えー、と進まないようなことはフローチャートを作ってない可能性が高いんですけど、フローチャート通りに進むようなものをフローチャート化するみたいなことだと思うんですけどね。 それはなんか当初の予定かから変わるみたいななことなんですかねあだからもう本当に A の次は B、B の次は C、C の次は D みたいな、一連のプロセスみたいなものはフローチャート化すると思うんですけど、うん、A の次に B 行くかわからない、B ダッシュに行くかわからない、ひょっとしたら C に行くかもしれないみたいなものだと、フローチャート化しづらい。うん、ないしはフローチャートするときにそこから矢印3本出すとか、はい、こんな感じにしていくんじゃないですかね。僕が思ってるフローチャートは。 なるほど、うん。で、かつ、まあ結局、その可視化することがポイントだと思うんで、正直でそこから外れたとしても、うんうん、まあそういうこともありますよねって終わる可能性のも十分にあるって感じでしょうか。うん,うん、うんうん、という感じで、日本の会社事情は、<laughs> つ,つ詰まるところ。<laughs> フローチャートは <laughs> あったらいいよね。うん。あったらいいよね、うん。目的に応じて使う。でもなんで、でもこの人か、ね、必ずフローチャートくださいって言われるんだから、多分ん、ネ、はい、猫うさぎさんのお仕事がフローチャート化しやすいようなお仕事なんじゃないかなって思いますけど。ううんんそうすると、多分うん。 日本の大企業の方の頭の構造的にはフローチャートにした方が分かりやすいっていうだけのことじゃないかなって思いますけどね。なるほど、うん。まあ、そうですね。すま、そ,のそれ通りに進まなくても、うん、怒られることはないってことなので。うん。<laughs> <laughs> そこ重要なんだね。大丈夫です。まあ、あの、猫、猫うさぎさんにはまあ、 はい、めんどくさいと思いますけど、くださいって言われたら作ってあげていただきたいというところでしょうか。はい、むしろフローチャートがないと、その人は攻められたりしますよね。あ,あそっちの方が攻められる可能性が高いですね。<laughs> なるほど。それどうやって進めるんだよって,って、ね、確かに<う>確かに。これは逆に言うと、確かにそっちは攻められる可能性が極めて高いので、はい、逆にフローチャートを作ってあげていただきたいなと思います。 はい、うん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 ですね今日はもうあれですね次に企画があるんで新企画がねそうなんかあるみたいですよはいということで新企画一問一答チャレンジえっとですね本日から新企画一問一答チャレンジっていうものを やりたいと思っててまして、まあ、僕からですね、やヴ、はい、さんと、まあ、上水さんにこう1問ずつこう質問を投げて、それをこう交互に答えてもらうみたいな、はい、まあそれをまあ僕が質問するんで、まあ、15秒以内に答えていただくみたいな形をちょっとやりたいなと思ってます。なんかそうですね、まあ、それを一気にこう10問ずつこうやっていきたいので、まあ、お二人のうバンバン答えてもらったらっ嬉しいなと。 はい。なので、合計、一人ずつ10問質問するので、はい、合計20個の質問。はいはいはい。っていう感じになります。マサさん、頑張ってくださいいや、ほんとそうです。チャレンジ、マ、ま、サさんのチャレンジなんじゃないの ?20 問、二十 <laughs> 問質問してくれるんですよね、はい、マサさんが。頑張ってください。いや、実はそういう裏で僕が頑張るチャレンジだったっていうことにあるんですね。はい、はい。まあ、なんか、じゃあ、軽く、 はい。こんな感じっていうのをちょっと練習みたいので、2、3問。はい、3> あ、そうですね。1>, 1問から2問ぐらいちょっとやれたらなっていう。はい、はい。じゃあ、まあ、こう僕が最初にこうヤビさんに質問して、上見さんにっていう感じで、じゃあやっていきましょうはい。交互に。じゃあ早速練習って感じで。はい。はい。じゃあ、まずヤビさんに質問です。はい、いきますね。はい、はい。次の休みに何したいですか休み えっと、<laughs> 子供と遊ぶ子供と鬼ごっことかかな。えぇ、ー。上水さんに質問です。はい、子供の頃に夢中になった遊びや趣味は何ですかえっとね、頭の中でね、こう物語を立ち上げるんですよ。この妄想の。えー、妄想の世界の中にこう入り込んでね、なんか、 一人ニヤニヤしましたヤビーさんに質問です人生最後に食べたいものは何ですかカツ丼ですねおカツ丼好きなんですよ今日の昼もカツ丼食べたんですけどあの<お>卵がゆるい閉じてあるカツ丼じゃなきゃダメなんですよねなんかあるじゃないですかサクサクのカツの上にあの入り卵みたいなやつ乗っかってるやつあれダメ上水さんに質問です冷蔵庫に入っている ものの食べ物とか飲み物は何ですかえーっとね大体いい納豆はありますね納豆はあるな納豆しかないな <laughs> 納豆しかないですねそこに <laughs> <laughs> ないと思うよ他に何も <laughs> はいという感じで ちょっと待って、そんな冷蔵庫ある納豆しか入ってない冷蔵庫。<laughs> ないでしょう <laughs> もらった、もらったものとかはなんか入ってんすけど、はい、たまに。はい。あの、はい <laughs>、なんか納豆しか入ってない <laughs> <laughs> <laughs>、うん。これ、ね、これあれですね。あの、はい、ポンポンテンポよくリズムよく回答していくんですけど、 ツッコみたくなるのを我慢しなければならないというストレスと戦わなければならないということが分かりました。はい、なるほど。はい、確かに。はい、確かに。カツ丼の話とかねツッコみどころ満載でしたもんね。確かに。<laughs> そうですかでどんなね行きつけのねカツ丼屋さんとかあるんですかとか、ね、そういう話とかそういう話とかうなるような。これちなみに最後まで行って特にこういうふうな振り返りとか終わはい、な,なくそのまま終わる感じなんですよねきっとね。 まあ、軽く振り返りい、ね、軽く振り返りますか。はいはい、気になった質問だよ。ちょっと振り返りますか、ね。そうですね。せっかくなんで。じゃあ、もう早速本番に行きたいと思いますね。はい、本番ね。はい。はい、はいはい、じゃあ、行きますね、はい。ヤビーさんに質問です。はい、怖いものは何ですか怖いもの怖いものは狭いところです。僕、兵所恐怖症なんで、えー あの上半身を起こせないとか、自分でえー、っと好きに動けないぐらいの狭さの空間は本当に怖いです。上水さんに質問です。可愛いものといえば何ですか？可愛い,いものといえばね。猫が僕好きですね。<う>猫はね。<え>唯一動物の中でも可愛いなと思ってる。<一>めで愛でる対象って感じですね。はい。猫。 ヤビーさんに質問です。最近一番興奮した瞬間は何ですか、はい？最近一番興奮した瞬間。そういうなんか感情の起伏があまりないんでですね。興奮したこと、興奮したこと、<laughs> 興奮したことか。あ、えっとですね、息子,息子が、えっと、小学校にの受験したんですよね。それを合格したっていうのを聞いた瞬間は、本当に興奮しましたね。<ー>はい。ウェビーさんに質問です。初めて好きになったミュージシャンは誰ですか？ むず初めて好きになったミュージシャンうわむずえっ、ー、とね好きになったってちょっと答えなのかけどグレーがめっちゃ流行って、うん、めっちゃモテてたんで、うん、あのこれにやればモテるんだとは思いましたうんヤビーさんに質問です、はい、ツイッターで確実にバズる方法を教えてください <laughs> えっと猫の写真を、えー、アップするだったかな 可愛 <laughs> い,い猫の写真をアップしたら、えっと、なんかすごいフォロワーが作って、誰かに教えていただいた曲があるんですよね。で、その通りにやろうと思ったんですけど、全然猫いないですよ。上水さんに質問です。ツイッターで確実に炎上する方法を教えてください。ああ、やっぱあれじゃないですか、今だったら、あの、ジェンダー問題とかに。うん 言っちゃいいけないことをめちゃめちゃモきし言うみたいなことだとすぐ炎上すると思いますよ。うんうん、簡単に、うん、あの消されると思います。ヤビーさんに質問です。はい、未来の自分に一つだけアドバイスするとしたら何ですか未来の自分 <laughs> <laughs> 楽しく生き。未来の自分 <laughs> 上水さんに質問です。上水さんにとって成功の定義は何ですか？ああ、想定していた。状態や状況になっていること。が成功の定義です。なので、そんな壮大なものじゃなくても。小さな成功から大きな成功まで。あるかなというふうに思ってます。ヤビーさんに質問です。はい。節約できない。すぐお金使っちゃう。 どうしたらいいえー、家計簿をつけるですね。レシート取っといて家計簿をつけて、えー、つけること記録することで、やはり、えー、節制できたりするんじゃないかなと思いますね。今だとピッピ使っちゃうから。上水さんに質問です。パートナーが浮気しているかも。スマホ見ていいダメでしょ。<laughs> <laughs> 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 そんなことして何の解決にもならないからね。うん、浮気してるかも。それはもう。それはしょうがないしてる。してる線でさ。もう受け止めようよ。ヤビーさんに質問です。レバニラニラレバどっちが正解？レバニラえ、何にニラレバって何？そんな単語聞いたことがない。え、レバニラ炒めのことよね。 ニラレバって、僕45年生きてますけど、初めて聞きました。上水さんに質問です。毎日チョコレート食べたいんですけど、食べていいですかあのー、カカオのさ、含有量が多いやつあるじゃない ?70% 以上のやつとか。僕84%のやつ毎日食べてますよ。あのー、うん、コーヒー飲みながら。あれ結構ポリフェノールがね、うん、かなり入ってるんで、健康にもいいらしいですね。あのー、はい。 ヤビーさんに質問です、はい、仕事のミスを押し付けてくる上司の対処法を教えてくださいえっと、まあ、軽く受け流すですけれどもまああの現実的にはその仕事のミスをフォローしてあげるですよねこれがやっぱり下にも迷惑かからないしその上からも覚え見せたくなる上水さんに質問です。魔法使いいいにになるにはどうしたらいいですか やっぱりね、恋愛経験をさ、現実的な恋愛経験をしないっていうことが重要ですよね。ファンタジーの中に閉じこもっていくことによって、魔法使いになることができます。ヤビーさんに質問です。はい、周りが既婚者だらけで結婚したいです。どうしたらいいですかえっと、まず、えー、っとなんだっけ、婚活とかしましょうか。 あの結婚相談所に申し込みましょう。でそれで、えっと、ちょっとプロフィールとかを軽めに盛り入れましょう。完全に盛っちゃうとねバレちゃうんで軽めに。上水さんに質問です。しつこく口説いてくる異性を一言で耐えさせるワードを教えてくださいあしつこく口説いてくる耐えさせるか。 むずいね規制を発するとかじゃないのヤビーさんに質問です僕に僕を口説いてくださいマサ,サをくどくマサさんいつも笑顔が素敵だねそのニヤニ,ニヤニヤした笑い顔がとても魅力的ですよ 上水さんに質問です僕を優しく振ってくださいまさくんはねすごい素敵なんだけどね僕さ仕事に行きたいんだよねヤビーさんに質問です上水さんに一言お願いします上水さんあの毎日配信し すると迷惑なんだよね <laughs> もう上水さんばっかり聞いてるからさ他に時間奪われるんだよねやめてほしい上水さんヤビーさんに一言お願いしますあのねよく朝から晩まで働いてるなと思いますね <laughs> そしてね夜まあ、今も夜収録してますけどパフォーマンス下がらないから やっぱりプロ社畜って、もうよく言ったもんだな、という、本当リスペクトしてます。という感じで、以上あ,ありがとうございました。十問<ー>。はい。緊張感あったよ。お<ー>なんかお<ー>。<laughs> 緊張感ありましたね思た、うん。思ったよりも早かったな。十問全部こ、こなしたのか。ええはい、うん。集中したよ。う,うん。かなり集中しました。なんか答えられなかったのあったな、一個。未来の、 未来の自分になんだっけ一つだけアドバイスしてください一つだけアドバイス。未来の自分にアドバイス。はい。いや、未来の自分へアドバイスでしょ。過去の自分じゃないんでしょ未来の自分に。いや、やっぱ考えた。いや、考えてもない。え、ある <laughs> <laughs> 15秒どころじゃない考えるところでみたいなやつ。できないんじゃないかな。う上水さんは逆にできますかアドバイスはい。未来の自分にアドバイスか。アドバイスって難しいね、確かに。なんかこう、メッセージそう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 。メッセージだったらね。楽しく生きたかとかさ。うんうんうん。うん。振り返って後悔ないですかとか、なんかそういうのが、月並みな言葉が出てくるけど。 アドバイスって難しいな。うん、難しいっすね。まさんは僕ですかうん。未来の自分にアドバイス。強く生きろ。物もののけへんみたいな感じです、ね。<laughs> そうだね。生きろってやつ。<laughs> <laughs> マサさんなんか20問質問して、はい。記憶に残る回答記憶に残る回答ですかああ、でもそうですね。あでもヤビーさんの一番興奮した瞬間で息子さんが受験に合格したとか。うん。はい。うん。あれ。すごいおめでたい話で。でも、7秒ぐらい時間がかかったっていうのはちょっと自分としてはじくじたる思いだったな。 <laughs> 7秒考えてようやく出てくる興奮かよって思いました。あ受かったってなって7秒喜ぶなか,かったってことなんですか、ね、あ、違う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 。その時にすっごい、すごい僕、<laughs> 嬉しかったのよ。すごく嬉しくて興奮したんだけれども、はい、その興奮っていうのは、えーと、ちょうど1年ぐらい前、まあ、最近って言っても1年ぐらい前のわけ。はい、その1年ぐらい前のあの興奮した瞬間っていうのを、 思い出すあっそういうことですね。あなるほど、なるほど。あの日、興奮しましたよね、確かにね。あ、そう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 。そうなんですよ。あまりにも嬉しくて、この喜びをちょっと伝えたいって言って。なるほどですね。だから、あれですよね。今、最後に、一言お願いしますっていうところで、ヤビーさんがもう困ってると。上水さんのこととしてがありすぎて。本当ですよ。だって、僕だから。あれ、全部聞くためのものじゃないですからね。 あの中からこう気に入ったやつ聞いてくれたらいいなと思ってるんであそうなんですかあの僕修正として<あ> 1>, あの1つやり始めると全部やるみたいなのがあるってですねあの過去のポッドキャストとかも <laughs> あのゼロからというか1から聞きたくなるタイプなんですよねさすがにサイコパスのラジオは途中諦めてはしょってますけど <laughs> それ以外のやつはだってディストピアチャンネルとかも多分1から全部聞いちゃったしへー 最近あれですよ、もともとは古典ラジオからスタートして、深井さん周りだとかをよく聞いてて、うんうん、超相対性理論だとか、なんとか聞いてたんですけども、うんうん、最近あの辺全然聞,いてな聞けてないですからね、上水さんのせいで。時間が足りない。<laughs> 上水さんのせいで。時間が足らない。<laughs> あとは最近もっと学びになるやつがね、あの優先順位が下がっちゃったから、そっち優先してもらって。うん、であとは最近、ほらムロさんも牛を忘れるとか、結構や,やり始めてるから。 この辺の人たちによって僕の時間はすごくあの使われてるんでなんとかしてほしいですね、うんうん。時間泥棒でもどうでしたか一問一答やってみてお二人は。緊張感がありましたね。うーんなんか15秒ってのがやっぱり良かったですね。うん、もう答えなければいけないっていう。 あ、15秒間答えでするね。そう,そうそうそう。はいはい、それは緊張感が生まれてよかった。問われるだけだったらね、別にそこまでないんですけど。時間があったとたんで。はい。なるほど、なるほど。うん、まぁちょっとこの第2回、いつあるかはわからないですけど、またいろんな企画も続けてやっていければなと思うので、はい。もうと頑張りましょう、うん。はい、ありがとうございました。はい。はーい。 この番組では皆様からのお便りやお悩みをお待ちしております仕事恋愛家族の悩みなど何でも大関係ですお便りは番組概要欄をご覧いただきメールフォームからご応募いただくかまたはハッシュタグシャチコパスでツイートをお願いしますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました